現在 BGH グループはタイゼントに40の病院を保有しています。 BGH グループはその数によりタイにおいて最も大きなグループであるとみなされています。海外のビジネスではカンボジア、ラオスに病院を有しており、プノンペン、シェムリアップ、ルアンプラパンなどで病院経営を行っています。ミャンマーからの患者は周辺諸国の中で2番目に大きなグループです。それではミャンマーについてご説明しましょう。ミャンマー投資のため、近い将来ミャンマーへの運輸は空と陸の両面でもっと便利になるでしょう。税関の設置は行われません。医療分野への投資は複雑です。タイを含め全ての国が医療専門職を保護する法律を持っているからです。私たちは2つの事項を懸念しています。1つ目は投資からどのような恩典と特典を得られるのか定かではないことです。2つ目は支援や特典に更新があるかどうか確認するため待機しているということです。法律により医者、看護師、その他の医療スタッフにライセンスが必要であれば私たちはそれに従います。私たちはこれらの国々の会社に投資しています。例えば血液検査やその他のラボテストを行うためのミャンマーの会社との共同投資が挙げられます。検査結果は患者を治療する際医師にとって非常に有用です。これらの投資はジョイントベンチャーです。ミャンマーの会社は私たちのチームがミャンマーで働くためのライセンスの問題を解決し、私たちは彼らに技術を提供します。ミャンマーのスタッフは高度な技能を持っていないため、私たちはマネジメントにおいて3つのミャンマーの病院を支援しています。また専門的な助言も行っています。そこで患者の治療を行うことができ、外部からの支援が必要がない場合は特に問題ありません。ただし非常に複雑なケースでは私たちは患者をバンコクへと移送し治療を行います。医療専門家と看護に関する法律が2015年の終わりに施行される重要性について強調させてください。ミャンマーでは私たちは十分に患者を治療することが認められていません。しかしカンボジアとラオスではこれほど厳しくはありません。カンボジアとラオスでは治療を行うライセンス、またはある種の医療ライセンスを保有していれば患者の治療を行うことができます。私たちは ASEAN において地理学上の用語でアッパー ASEAN と呼ばれるものに関心を寄せています。それはミャンマー、カンボジア、ラオス、ベトナムを含んでいます。ローワー ASEAN には5つの国々を含んでいます。私たちが最も関心を持っているのはインドネシアです。薬や医療機器の生産などこれまで様々なプロジェクトで共同してきました。また中国南部の省も同様に注視しています。中国には多くの医療関係者がいます。私たちは進んだ医療技術を提供することで彼らの支援を行うことができます。これら地域は地理的にタイと非常に近接しているため、チェンマイをハブとして用いることを計画しています。私たちはミャンマー、ラオス、また中国南部にサービスを提供する準備ができています。